ようございます。赤坂転売です。今日はよろしくお願いします。いやー暑いっすね。朝からねあんまり抽選受けるのはすごい久しぶりなんで、こんなね何人来るかわかんないですけども、結構来るっぽいですよね。なので、ちょっと緊張してますね、軽く。はい、あとは入っちゃえばね自分なりにパチスロ打つだけなので、期待してもらえばなと思います。そもそも抽選受ける店は行かないからな。すごいよね、みんなよく朝から打ってんなって思って。そうだよ、だって抽選パチスロって絶対抽選受けるものだと思ってるんでしょ。もう時代が全然違う。というわけで114番の人抽選中盤ぐらいですかね、多分。なんか今打ち込んでる台カラクリか紅型が取れたらいいんですけど、ちょっと厳しいかな。どうなんだろう。初めてのお店なんで、入ってないと分かんないですね。もうあとは前の人がいいところに行ってくれるように願いたいと思います。はい、どこや、ちゃんと見えてなかったかも。カラクリ取られてる。じゃあ銭形打つか。すげえな、カラクリやっぱ埋まるんだな。はい、というわけで朝一は銭形にしました。本命はカラクリサーカスだったんですけども、自分の番号だと取れずに仕方なく銭形2番手の台ですね、開口の台にしました。では早速打っていきましょう。簡単に自己紹介をお願いします。自己紹介どこからすればいいかな。赤坂天杯と言います。パチスロライター、ライターになってから何年ぐらいだろう、15年ぐらいかな。大学に8年行って四流でね、で8年行って、そこからパチスロ秘書ガイドの編集部員になって1年ちょっとで辞めて、もうすぐライターになったって感じですかね。で現在に至ると。で42歳、かまいたちさんの山内さんと生年月日全部一緒、1981年1月17日生まれ。何かの縁ですかね。ライター名の由来を教えてください。パチスロ必勝ガイドにはちょっと決まり事がありまして、編集部員の名前はグレート大津さんって分かるかな。グレート大津さんっていう方がつけるんですね。でライターの名前はキムさんが結構決めたりするんですよね。だからそういう決まり事があって、僕は編集部員からスタートしたんで、そのグレート大津さんがつけたんですけど、その赤坂は本名ですね。で天杯は僕麻雀プロの資格持ってたんで、持ってたって今も持ってるんですけど、麻雀の言葉とパチスロの言葉で共通したものをつけたって感じですかね。デビューが同時期の方はどなたですか。デビューが同時期、これいつもね言われるんですけど、八百屋小勝さんが同時期ですかね。はい、かなり古株、もう古株になっちゃうのかな。そんな感じですかね。俺はその同期って言われるのあんま好きじゃないですけどね。いや本当によくあっちから言ってくるんですよ、同期って。最近はどういった活動をメインでなさっていますか。パチスロライターとしてですかね。いやもう変わんないですよ、原稿書いて動画出て空いてる時間はパチスロ打つの繰り返しですね。はい、特に変わりないです。でも今は
パステルを打つ時間の方が増えてますね。結構だからライターになりたての頃に近いライフサイクルかもしれないですね、はい、今は。どういったご家庭でお生まれになりましたか？うちは4人兄弟で全員男ですね、はい、で次男坊ですね。で、まあ特に可もなく不可もなくっていう家庭かな。まあ育ちが九州なんで、九州から出たいっていうのはありましたね。でわざと大学は県外の大学を受けて、で横浜国立大学に入った感じですかね、はい。なのでまあ育ちは普通っすね、はい。まあでもうちの父親とかはもうギャンブルとか一切しないんで、どうしてこんな子供が生まれたんだろうとは思ってるでしょうね、多分ね。多分俺がパステルライターやってることもあんま知らないんじゃないかな。麻雀プロは知ってると思うんですけどね、うん、こんな感じです。小さい時はどんなお子さんでしたか？あー、小さい時はですね、くもん式ばっかやってましたね、子供の頃。もう数学がめちゃくちゃ好きな子で、うん、もうなんだろう、小学校入る前から X とか Y とか使ってたぐらいですね。だからすごい数字が好きな子でしたね、昔から。あと普通にゲームも好きでしたね、ファミコンとか、はい。だから理系に行きそうなもんですけど、なんだろう、マスコミ関係に仕事つきたくて、で高校で文系選んじゃって、ちょっと道踏み外すみたいな感じですかね。だからもう一回会ったら高校生の時にちゃんと理系選んでって違う人生歩んでみたいですね、はい。まあ結局その数字付けっていうのがここに現れちゃってるんですけど。小さい頃は転勤が多かったようですが、はい、具体的にどこに住んでいましたか？生まれが札幌なんですよ、僕。で、2年ぐらいしかいなくて、まあ記憶はないですね。で、札幌、で次兵庫県明石市、次が埼玉、で、佐賀県ですね。で佐賀県の中でもう一回引っ越しして、佐賀市から鳥栖市に移って、で大学に出て今に至るって感じですね。で横浜に住み始めて、もう19、18の時から横浜住んで、もう以降はずっと横浜ですね。学校生活はどんな感じの生徒でしたか？学校生活、まあ高校生の時は結構いじられキャラだったかもしれないですね、うん、いじられることは多かったです。大学生活はもうすぐにドロップアウトしたんで、1年目でもうギャンブラーの道を突き進んでたんで、大学生はそのなんだろう、5年目から真面目に来だしたんで、最初の4年間はもうほとんど行ってないですね、はい。まあなんだろう、まあそういうタイプなんでしょうね。だからギリギリまで夏休みの宿題やらないみたいな感じのタイプだと思います、はい。恋愛、いや別に普通ですよ。中3の時に彼女できて、まあ2年とか1年おきにいて、まあ大学入ってからはもうほとんどいないですね、もう廃人なんで。まあだから恋愛頑張ってたのは本当高校生の時がピークじゃないですか。どういうタイプの異性が好みですか？まあ話通じる人っすよね価値観一緒の人がいいかな。
はあの外見はショートカットの方が好きなのかもしれないですね。芸能人でビジュアルは井川遥か、あビジュアルはねすごいマニアックだけど、あのね漫才師のドクターハインリッヒっていうスーツ着たお姉さん2人組がいるんですけど、そのお姉さんのみゆきさんでいいのかな、みゆきさんの方、その黒いショートカットの人がいるんですけど、その人がめっちゃビジュアルはタイプですね。スーツで似合うとだから好きっすね。あースーツフェチかも。うん、いやスーツ着てると接してないじゃんこの仕事してると、あんまりだから普段見慣れない刺激がいいのかもしれないですね。はい、パチスロの仕事を始めたきっかけについて教えてください。あれですね、当時付き合ってた彼女がいて、で自分もそろそろ卒業っていうことになって、まあなんか職つかなきゃなとは思ってたんですよ。で就活して、まあ大学で勉強したこと何か生かそうと思って証券会社関連を複数社受けて、マスコミ関係はまあ無理だなと思ったんですけど、まあマスコミ関係も一応受けたのかな、まあ、とりあえずそのマスコミとか証券会社とかいろいろ受けて、まあ、全部落ちたんですよ。まあ落ちますよね。8年間何やってたんですかって言われて、麻雀ですって言ったら、当時はねまあ無理ですよ。今だったらちょっとね M リーグとかある時代でおっとなるかもしれないけど、まあ、当時はね全然まだイメージ悪くて麻雀プロでやってますって言っても響かず、まあ落ちて、で何か職つかなきゃなと思って秘書ガイドの応募を見て、あ行ってみようかなって言って受けた次第ですね。だから彼女いなかったら何もやってなかったかもしれないですね。この業界に入った頃と今で仕事の変化はありますか？まあ量は間違いなく減りましたね。もうなんだろう、まあ女子がいっぱい出てきたっていうのもあるし、あとなんだろうな、まあそもそも本を読む人がいなくなったっていうのもあるし、動画全盛になってって感じかな。まあ自分も出ますけど動画とか、まあ仕事量は減ってますね。内容は特に変わってないんじゃないですか。うん、まあ俺が多分求められてるキャラっていうのはとりあえず勝つっていうキャラクターだから、そこのキャラクターに違いはないから、まあ別に自分もそれ以外やろうとも思わないし、うん、ただ勝つだけっすね。健常です。400ゲームで済んだ、まあまあまあいい方でしょう。850過ぎの最下層盛りったことを考えると恵まれてますね。投資がですね14本、879月、実ゲームで406ゲームですね。さあ今日一発目の逮捕ラッシュ、おでかいカットインスタート。これは30ゲーム以内にデカチャンスがもらえる1個ね確定とかじゃないですけど、それここのアイコンが違ってればなおでかいんだけど、ノーマルですね。ノーマルは美味しくないですね。思い出に残っている辛かった仕事について教えてください。いやあんまないですね。まあまあなんだろう、打つ台がなくなったホールの中で無理やり打つっていうのが一番辛いですね。それはもういつでも辛いです。まあよくある、いやそれ考えるとよくありますね。毎回辛いですね。あこんなところで引いた。でもこれもう一回ここの30ゲームで当選してるんで、ここの抽選は別ですね。押し込むプッシュボタン50秒。
100、ナイス。なのでこの30ゲームの抽選で1個もらって、さっきのデカちゃん、あ、デカ目で 50% もらえるんで、2つ目まではいけるかもしれない。デカちゃん、本日1発目。はい、普通。デカ目ですね、逮捕。ここで気抜いちゃダメで、ここでもう1回、まあ、ルパンだとシェリーですね。シェリー引けると、まあ、実戦上ビッグなんで油断しないように。ダメ、シェリーは引けず。これ30以上上乗せ、まあ強いのあればいいですけどね。よしよし、まあいいでしょう。50。さあビッグはまあ厳しいですね。で、デカ目を引いたので、液晶に動きがあればデカチャンス確定なんですけど、ないので 50% は外れたということになりますね。残念。一人91時間バトルの企画概要を教えてください。一人で、もうシンプルです。一人で91時間だから 13×7 ですね。13時間を7日間ぶっ通しでやるっていう企画ですけども、まあもう懐かしいですね。もう結構何年前なんだろう、もう自分でも覚えてないぐらい。3回やりましたけど、まああれがなんだろう、俺が理想とするそのパチスロの動画だから、あの仕事をできたのはなんだろう、ありがたいっていうのもあるし、なんか残せたなっていうのはありますね。半日なんか何も起きないから、パチスロなんてもう今のない、なんか本当に。また今になってチャレンジしようと思いますか？いや別にオファーあったらやりますけどね。うん、今やっとちょっと打てる幅が広がってきた。個人的にもパチスロの稼働が上がってるから、詳しい台も増えてきたし、今だったら全然1週間やれますけどね。うお、あー量か。あー普通量か。仲の良い演者さんはいますか？仲の良い、仲はいいっすよ、みんな。まあ横浜に住んでる人、横浜というか神奈川に住んでる人は仲いいんじゃないですか、みんな。八百屋さんとか味噌汁さんとか浜さんとか、今でこそなんだろう、付き合いは頻繁にないですけど、それこそ俺がライターになりたての頃は結構ね、飲みに行ったりしてましたよ。まあコロナ禍入ってからですよね、そういう付き合いが極端に減ったの。尊敬する演者さんはいますか？尊敬する演者さん、まあ中竹さんですかね、やっぱね。まあその目押しの技術と、あと好感度の高さ、やってる悪さと好感度が引きで反比例してる時ってそういないくないですか。やっぱなんだろう、みんなから好かれてるっていう意味ではすごいなと思います。はい、唯一無二だと思いますね。まあ、尊敬するっていう言うのかどうかは、その言葉が正しいかどうかは分かんないですけど、中竹さんはすごいなと思います。はい、788、1393が最下層も最下層も最下層ですね。本日4回目の当たり。パチスロでは全員下に見ているとの発言があったとされています。はい、それくらい自信があったと思うのですが、はい、それは今でも変わりませんか？まあそれはあれですね、こういう演者の人の中だったらっていう括りになると思います。やっぱもう今勝ち方もすごい変わってきてるし、もう一昔前では考えられないような、そのなんだろう、新台導入初日からビッグレーター吸い取って
個人的に解析するとか結構いるじゃないですか。もうそういうことをやり始めてる人もいるんで、もうさすがにそういう人たちにはちょっとかなわないと思うんですけど、なんだろう、演者の中の人の中でだったらまあ全然上だなとは思いますね、はい。ああ3以上ね、139枚。いやしかしよく出るな。現在休業中の日本プロ麻雀協会ですが、はい、復帰を考えることはありますか？ああそれは全然考えますよ、はい。そうですね、考えてはいますけど、どうなんですかね。もうちょっと今のやっぱプロの実力ってやっぱ上がってると思うんで、もうちょっと強くならないといけないかなと思いますね。なんかどっかで、なんすかね、いきなり今からもう一回っていうのは、虫がいいような気もするんで、ネット天宝とかで高段位を取る、まあちょっとコアな話なので分かる人がいるかどうか分かんないですけど、そうですね、ネットの麻雀とかで実績積んでから戻ってこようかなとは思いますね。当たり190月実ゲームは112、投資は23本、ままかな、ままだよ。あら、ちょうど切れた、24本。プロ選手として活動されていた頃の、功績を教えてください。一番いいのは、その自分の団体、日本プロ麻雀協会の一番上のタイトル、ジャン王というのがあるんですけど、それの決定戦には1回残ったことあります。だから A リーグ、A1 リーグのトップ3人プラス去年のジャン王が出てくる雀王決定戦というのがあるんですけど、それに1回出てますね。まあ4位でしたけどでもまあそれに残るのは結構すごいんじゃないかな。その雀王決定戦の相手の中に今 M リーガーの鈴木太郎さんもいましたしね。あのメンツは今考えてもすごいメンツだと思います。競馬の予想はノートで結構公表されていますが、はい、収益や読者からの反応はいかがですか？収益はもうほとんどないですよ、全然。あのほぼ趣味なんで、最初の基本的に無料で出してるし、当たった次の週だけ有料にしてるだけで、基本的にはそんな収益っていうほどのものはないですね。まあなんだろう、今普通に何だろう、他の媒体で競馬の関するコラムとか書き始めてるんですけど、それに対する反応はまあちょいちょいありますね、うん。だから競馬の仕事は、まあ、個人的にすごい好きなんで、少しずつ増やそうかなとは思ってます、はい。これは当たるな。実ゲーム25月64月、当たるな。当たるけど増えない。3、4、5回目、6回目。さあ藤子アイコン出るか。おい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 、マジやる気あんのこの台。あ、このビックリマーク超熱いです。ほらね、1万6000分の1。なんでここに藤子アイコン持ってこないの、ほんと。あいやトラ柄1万6000引いたよ。これはでもビッグ確定だよね。だからここを自力で書き換えたわけですわ。最高の勝ちと負けを教えてください。2万2000枚かな。
4号機のクラブロデオっていう台ですね。設定6です。2万2000枚。あれは結構、まあね、AT 機だしね、出るのも早かったですけど、まあ当時の台は6つとめば引き割り 150% ぐらいあるんで、まあ全然ザラでしたね。はい。ね、負けはね、最近更新したんですよ。それまでがね、凱旋の14万6500円だったのかな。あ、先月更新しましたね、15万2000円。カラクリサーカスで11万7千円。銭形で3万5千円。合わせて15万2千円負けました。はい。辛い時代ですよ、ほんと。しょうがないです。これまでで一番打った台は何ですか？なんだろう。初代のハーレスね、アナザーゴッドハーレス、5号機のが一番打ったかな。いや、どうなんだろう、わかんないわ。多分それだと思うけどな。わかんないまま終わっちゃったビッグ。100ゲームぐらいかな。130ゲーム、弱い。まあ、ここにトラ柄があるんで頑張りましょう。でででででで熱い。これはちょっと熱いですマジで。ちょっと待ってもらえる。1万6000円が連チャンしたんだけど。マジ。まだビッグもらえるじゃん。また自力でこれを消したよ、ビッグに変換。これは感想見えてきたな。いや、これ初めて見た。こんな演出あるんだ。すげえ、マジ見たことない演出あったわ。見たことないよ。感動しました。ありがとうございます。ビッグ確定。これ後継続率のやつ可能性あるね。あるよ、全然ある。期待しましょう。俺が見たことないということは相当すごいと思うよ。めちゃくちゃ打ってるから、ゼニガだもん。大学生時代には、はい、すでにパチスロで稼がれていたようですが、はい、パチスロが勝てると思ったのはなぜですか？なぜ？まあいい店があったからですよね。最初は全然、なんだろう、花火打ってたんですけど、一人で。まあ、最初はリプレイ外しさえすれば勝てると思ってたんで、もうしこたま花火を練習してたんですけど、たまたま友達にすごい有料店を知ってる子がいて、その子とはそのホールでは違うホールなんですけど、違うホールで一緒にパチンコを打つ仲だったんですよ。でその子がたまたま俺に、あの店暑いから一緒に行ってみないって言われて、誘われて、でそこの有料店に行くのがきっかけだったんですよね。でその頃にはもう俺もプロの資格を取る直前ぐらい、20歳ぐらいの頃で、でその有料店に行ったんですけど、その有料店行ったところに、まあその僕の友達、誘ってくれた友達の上の先輩とかがいたんですけど、その上の先輩たちが僕のことを知ってたんですよ。近代麻雀とかに僕乗ってたんで、あの顔がその素人の強い人みたいな感じで、でその頃に僕のことを知っててくれて、じゃあ一緒に打つみたいな感じで誘ってもらったんですよね。でそのまあいわゆる勝ち組の人たちにそのパチスローのイロハを教えてもらったんですね。そしたら、まあ、その時にもうパチスローってやっぱ6つかなら絶対勝てるんだと思ったんですね。まあ、だから勝てた理由っていうのは、まあそのいい店があったっていうのと友達が教えてくれた、この2点ですね。本当全然後継続率じゃなかった。
通に2回で終わったよ。たまたまいっぱい弾けただけで。まあ、あとは藤子アイコン待ちですね。まあまあまあいいでしょう。よく頑張りました。何枚だっけ、3300枚か。3300枚か。2800枚の900ゲーム欲しいから650、あと250、あと250乗せれば完走と思ってください。頑張りましょう。赤坂さんのファンはどういう方が多いですか？いや、もう勝ちたいって言ってたじゃないですか、うん、だと思います。そんなビジュアルとかトークとかそういうのじゃないんで、売りがとにかく勝つ、それにこだわってる人だと思います、はい、赤坂さんのファンの方へ一言お願いします。ファンの方へ、いや、もういつもね応援していただいてありがとうございます。なんかね、こういうね、勝ちスロー、勝ちにくい難しい時代になってますけども、まあ、勝てるまではちゃんと勝てると思ってる間は打ち続けてるんで、まあ俺がやめたら、まあ、もう勝てないんだなと思ってください、はい、それまではぜひ お付き合いをよろしくお願いします。休日におすすめスポットがあれば教えてください。おすすめ、まあ、個人的な話で言うと競馬場はマジでおすすめしますね。その JRA のね、まあ一番自分家から近いって考えると東京競馬場になるんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですよマジで。あのテーマパークみたいです今。本当子供連れも全然行けるし、もちろん競馬に集中したい人は競馬集中できるし、すごいよくできてる。飯もまあまあうまいし、甘いもんもあるし、うん、結構いいですね。おすすめ、気楽に入れるし。結果発表いや、これはね、いらないんだよねここまではいらないんだよね。もう全部無駄だからと一番嫌な展開じゃない、もしかすると。100だったらハラハラできるのに、200だったら安心して完走、300は無駄どんなんだよ。あ、やっぱ早めに来るね。3050枚、200枚手前できたな。おせー、完走しました。エンディングありがとうございます。まあ、早めに来るときはエクストラボーナスの部分が長くなるんですね。5年後だと自身はどうなってると思いますか？5年後の自分に関しては、まあパチスロ次第じゃないですか。パチスロがそもそも5年後まであるのかっていうのはちょっと怖いなと思ってますね、はい、どうなんですかね。それが一番気になる俺も。でもなんだろう、パチスロ業界携わってきたし、パチスロ勝たせてもらったし、最後まで見届けようかなとは思ってますね。どんな形になるか分かんないですけど、見てみたくないですか、パチスロ最後どうなるのか。それは思ってるかな。まあ、さっきのパチスロを5年後持つかどうかって話ですけど、やっぱバランスよくね、台がないことには長続きしないですよね。まあ、スマスロばっかになっちゃうとやっぱお客さんも息切れしちゃうから、いろんな台があってほしいですね。まあノーマル A がやっぱちょっと強くなってほしいですね。まあ、やっぱ最初は俺もノーマル A からスタートしたし、うん、やっぱパチスロってやっぱリーチ目がやっぱベストっていうかゲーム性的に合ってるかなと思うんで、まあ、ATK もいいんですけど、もちろん
まあね、俺もカラクリサーカスばっか打ってヒーヒー言ってますけど、あ、そう、カラクリサーカス打った後にディスカップ打ってみてくださいよ。めちゃくちゃ面白いですから。まあ取り返せないですよ取り返せないけどめちゃくちゃ面白いです、マジで。ノーマル A が400枚出る時代に戻ったら、それこそお客さんちょっと増えるかもしれないですよね。また増えるまで言い過ぎか、戻ってくるんじゃないですかね。北斗以上に戻ってくる気がする。まあでもこればっかりはね、ユーザーにはどうしようもないからね。まあ俺はもう与えられた条件で、あーもったいない、与えられた条件で勝つだけだから、まあ難しいところっすよね。ちなみに京チェリー、あの30ゲーム連中に行くと 40% だっけな、で当たりだった超大砲4ゲームずれ、つらい、いくぜ。で30ゲーム連64分の1行きましょう。いやー外れ、参りました。はい、というわけで今回はここで終了させてもらいます。いやーねー、ほんとからくりしたかったんだけどね。カラクリももうほんとデッドアライブだね。もう人変わってないもんね。ベニガタも分かんないよね。北斗の島は一切入ってないからね、人が入れ替わってるかどうかも分かんないけど、まあ、まだ北斗はスマスロの中ではマイルドな方だから、旗たりに素直、旗たり素直じゃないや、熱帯に素直に旗たり引けるから、言っても分かんないですね。難しいですね。バイオはどうだったの？バイオ、まあこれなんかもう見た目個設定っぽいけどね。あとバサラね。バサラはもう本当に設定ゲーだから、完全に1回とか2回とか当たるんで、多分個設定だと。まあでも結局ゼニガタが良かったのかな。そんな感じはありますね。うん。カラクリが埋まってて良かったよ。でも結局自分で掴み取った勝ちじゃないよね、ほんとね。カラクリ埋まってたから、座っただけだから。本日の実践結果を教えてください。はい、本日は朝一から銭形を打ち切りまして、投資が24本、回収が3275枚でした。いやー、そうっすね。まあ多分なんかまあ良さげな台だったんですけど、結構並んでたと思うんですけど、俺はまだ生還することができたんですけど、隣の人が結構負けてて、そのもう一個隣がまんま出てて、いやースマスロー怖えなーと改めて思わされましたね。今回出演してみていかがでしたか？そうですね、普段自分が行かないようなホールさん、抽選ですごい人がいっぱいいて、用意ドン、誰も動かない、からくりいくら負けても動かないそんな人たちばっかの中で、まあ抽選でからくり本当は打ちたかったんですけど、埋まってて、まあ、2番手でまあいいかって銭形で勝ったのは本当不幸中の幸いというか、本当ラッキーでしたね。まあなので実力で勝ち取った感じはあんまりしないんですけど、まあなんだろう、メンタル的にそのもう全然こうせてでも負けますからって言って、もう淡々と打ち続けられたのはまあいい姿だったのかなとは個人的には思いますね。はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。